来てくれました。かっこめちゃめちゃいいな、めちゃめちゃいいな。この番組はコロスポンサーでしょうな。お疲れ様。さあ皆さんどうもこんにちは、エマイスクリーム講師のデスヌイ様でございます。そしてはい、ボイスドクターのイーです。はい、今日もよろしくお願いします。どうもということですね、はい、イン福岡ということなんでございますけれども、はい、ちょっとですね、はい、タイムリーなことがちょっとありまして。おお、何ですか。以前、うん、まあ、以前というか前回ですね、はいはいはい、月前に、もう福岡来て撮影させてもらったじゃないですか、うんうんうん、あの時にまあアナルメイさん、はい、ああよかったですね。強かった、ね、めちゃくちゃよかったのリアクション動画をさせていただいたわけなんでございますけれども、はいはい、うん、そんな大人気歌い手グループ、うん、アラナルメイさんからですね、おちょうど最新作が上がっとるやんってなってるんですよね。おお気になる。そう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 、気になると思いながらさっき飛行機乗ってたんですけどこれ見てーと思いながら。そうですね、そうなんです、うんうん、っていうところですね、今日もあの元気にリアクション動画をさせていただきたいなと思ってまして、はい、その最新曲をやっていきたいと思います。おだからつまり何を意味するかというと、うん、もう2人とも初見ですから。おー、そうかそうか、そうなんです、そうなんです、そういうことか。前回はもう先生だけ初見、うん、今回はもう僕も初見で行きたいなと思うので、うん、もう取れたてピチピチのリアクションを皆さんにお届けできないかっつって、はい、競り落としてもらって、そうです、皆さんにと思ってますんでね。あの私ボイストレーナーで先生、あの声帯の専門家でいらっしゃいますから、そのあの声の専門家という2人からのその目線とかもいろいろありつつで解説できることも、一応その審査力は任せてくださいということで、うん、初見ですけれどもね、うん、あると思いますので、その辺も含めてぜひ最後までご覧いただければと思っております。はい、そんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係のお話とか、ボイドル関係のお話とか、あと今日みたいなリアクション動画とかアップしておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。という感じで、じゃあ行ってみましょうか。さあ、じゃあ先生、はい、したいんですけど、うん、さっき他の曲も含めて、うん、まあ、原曲聞かせてもらったじゃないですか、はいはい、あんな感じなんですよ、最近の僕は、うん、なるほど、すごいっす進化がすごいんですよ。令和なんですよ。すごいっすね。すごい、本当に時代とともに変わってる。なるほど。で、うん、なんでしょうね、その、うん、ギガさんの曲で、うん、なんかこう、電子チック、そうでしたね、エレクトリックだったじゃないですか、アラナルメイが歌うとどうなるんでしょうねっていう、これは楽しみです。気になりますよね。気になりますっていう最新作です。前回聴いたほど、はい、まあ、あれも人間の歌う曲じゃないですけどどう考えても、そうですね、ですけど、まあまあまあ人間味がある、うんうんうん、ね、感じでしたけれども、まあこれはどうなるのかという楽しみです。また雰囲気違いますからね、これはこれで人間の歌う曲じゃなさそうですから、はい、どうなんでしょうはい、行きたいと思います。さあ、おおかっけ、これおしゃれですね。かっけ、ちょっと待って、かっけ、荒木さん、荒木さんおしゃれ、かっけ、おしゃれっす、かっこいい、カフェかなと思いました。はははおしゃれ、おしゃれでしたね。え、これはちょっと僕予想外でした、ね、確かに、うん、原曲の感じだとやっぱこうなんかちょっとこう、うん、なんかやっぱ電子電子、そうそうそう、カクカク感がありましたけど、うん、ちょっとこれ荒木さん的にも、うん、結構この、うん、新しいというか、はい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 、こう、ね、こうちょっと流動的ですよね、うん、すごいです、ね、なんかシティですね、なんかちょっと、うんうん、シティ感ないですか。シティ感、シティ感は、うんうん、いや本当に本当にすごいぞ。ここもなんかいろいろ詰まってますわ、うん、僕今まず2個聞いたんですけ ど、はいはい、まず、まずここ、ここね、競り上がってきて、はいはいはい、ここのルのニュアンス、うん、ここが、ま、音も切ってるんだと思うんですけど、あ、そういうことか、クックって言ってますね、うんうん、言ってますね、これおもろ。僕はでもその後の方が、おこのちょっと吐息感があるとか、この気づいたことの殴り合いね、そうこのおさらいのカード、そのあとこのデュエル、ちょっと息漏れ感があるんで、はい、なるほど、サラサラ感がありますよね、うん、サラサラしますよね、 そこがちょっとおしゃれなんで、こことかね、うん、おしゃれ、こことかね、おしゃれね。いやなんか荒、うん、木さんって、うん、こう見えて、うん、ジャンプオブチキンとかに影響を受けてるんですよ。へえ、ちょっとあるかもしれないです。なるほど。なんかガラス玉ひとつ落とされたかもしれないです。そういうこと、ね。ちょっとハスキーかもしれない。なるほどなるほどなるほど。若干ね、うんうん、鼻抜け感というか。うん、ね、毛だるいですもんね。毛だるい。ああ。ちょ。
っそかっけえやないか。これイントロで引き込まれますね。くっそかっけえですね、かっこいい。引き込まれた。いやー、この二人のグラデーションがかっこいいんですよ。かっこいい、うん、なんだろうな、これ風神雷神みたいですよね。いや、ほんとに、うん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 、風神雷神いるんじゃないですか。そうそうそう、この時点でいるじゃないですか、うんうんうん、で、テルセさんもいるじゃないですか、うんうんうん、それがなんか余計いいというか、そう、その荒木さん、メイチャーさんがいるよと、はい、すでにやばいぞ、このシナジーよと、うんうん、でも、まだいるみたいな、それがゾックゾックする。そこもね、そう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 、まだあるぞみたいな、後ろ盾まだあるみたいな感じで、うんうん、そうね、それがよりかきたてる感じします。もうね、僕はさっきね、荒木さんからメイチャーさんに変わったところの、はい、なんかこう、グラデーションって、うん、この遠ければ遠いほど、うん、そのトランジションしていくじゃないですか、はいはい、その感じがぐわーってあったんで、はいはい、2人のちょっと対極にいる風神雷神からの距離感がすごいなんかかっこよく変化していくのがちょっと引き込まれましたね、うん、そうですよね、吸い寄せられた。いや、めっちゃわかります、うんうん、こういうなんか、うんうん、こういう感じします、ね、そう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 、気づいたら目の前にいたみたいな、そう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 、感じしますよね、うんうん、めちゃくちゃわかる。グラデーションのとこ行きますか、じゃあ、うん、グラデーションおかわりしましょう。じゃあ、おお、おしゃれおしゃれなんだよ最初のしゃくりを合わせてきましたね。うん、でもやっぱり声質がやっぱ違うから。違う、うん、両方ともいいんですよ。すごい、うん、マジで。いや、いいですね、これね。いいな、おしゃれ。確かにカフェ感ありますもん。カフェ感ありますよね、うん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 、すんごいおしゃれになっちゃったこれ、うん、おしゃれかっけ。おぉ来たー来たー来てくれました。来たもう来てくれた。嬉しい。嬉しいですね。これはこれで嬉しい。早めにね。そうそうそう。そうジラさんエンドもいいけど。そう。早めも嬉しいわ。かっこいい。かっこいい。なんだろうね。なんか、もちろんどの曲でも、うん、ナベスさんは入ると思うんですけど、うん、なんか結構水を得た魚というか。自分のフィールドで領域展開してますよね、これ。ここだって一番ね、カラオケじゃ絶対スキップするところですよ。そうですね、多分ね、普通だったみんなスンって。そこでみんなが LINE いじるとこそこで一番かっこよくいけるってすごいですよ。すごい。このフィールドで踊れるのは奈良さんだけですよ、本当に。マジうわぁかっこいい。あ、最高、最高。おぉはぁ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 、すごいっすね。かっこいい。楽器ですね。確かに。かっこいいよ。スラップベースみたいな。いや、ほんとに。ね、これが見える。なんかもう、グルーブっていうグルーブやばい。もう、もうどこ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 。そうそうそう、どこどこ。どこどこする、ね、なんか直接体内に やられてる感じしますよ。すごいの。体内のなんか知らんネジをグリグリ回されてる感じですよ。なんかその言葉に、はいはい、大体こう乗っかる系が僕の中でもこういうイメージなんですよ。あ、確かに確かに。なんか僕その奈良さんのイメージ、はいはいはい、言葉の中で歌ってる感じ。あー、なるほどね。わかりますか。内部破壊してきますよね、うん、だから多分他のラップやる人とは全然違う。あ、僕そんな詳しくないんで聞いたらすぐ分かるんですよ。あ、分かります分かります。ナ、うん、さんだって分かる。熱い、なんか分厚い、なんかすごく重厚感あるな。フルーツだったらめちゃくちゃ美味しいと思いますジューシー。そう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 、めちゃくちゃ分厚いもん。これ切ったら下たるすごい CM みたいになる。すごいことになるこれ。 100% なんですよ。そう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 濃縮です。そうです。これはもうありがたい、はい、本当にす。これいいな。あ、おお、めっちゃんさんこんなことできるんですか。すごいですね。この一瞬一瞬でちょっとひっくり返すとこもあった。あったね。あれやばい、あれやばいよね。なんかちょっとなんか分かんないですよ、詳しくないですけど、うん、ちょっとなんかレゲエ感というか、うんうんうん、クックってなりましたね。そう、なんかその助走がなくいけたっていうか、そう、そのなんか危ないっていうとあれなんですけど、確かに確かに、ひっくり返りそうなところを難なくいってるっていうか、すごかったっすね。すごいすごいすごい。いや、かっけえ、かっけえ、かっこいいな、かゆかゆい、かっこよくてかゆいかゆい、かっこいいかゆい、もうすごいかっこいい。はぁ、え、今の
回もごめんなさいなんですけど、いちいちいいっすね。はぁ、はぁ、真似したくなるやつ。真似したくなるやつ。ナルさん特有の。からの。あ。こう。ヌンチャク先生叩かまわない。あ、うま。こんな感じですよ、ね。そう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 。こんな感じですよ、ね。すごい。今のよ、今。今のっすよね、うんうんうん。こんな感じですよね。ひっくり返してないのか。ギリギリ当ててんのか。すっくり。なんか、ところが、そう、うんうん。そんな感じ。うんうん、あの、ここで歌ってるんですけど、めちゃき先生に叩かまわない、こっちに。一回こっちでね。そう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 。ならならならこうこうこう。そう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 。ポジションの。こっちをブラインドタッチしてる感じ。ああ、そういうことか。こうみたいな。なるほどなるほど。そんな感じか、うんうんうん、と思います。まあ参考に。参考にしてください。はい、全然伝わんねえと思うけど。おお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 お、裏返しまくってる。これすごくないすごい。あれ荒木さんこんなことできちゃうの。すごい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 なこれ、うんうんうん、1階と2階を行き来しまくってるぞ、うん、おおおおうん、あ、でもなんか一貫して最初のカフェ感はずっと保ってるわ、これだし安定感はあります。あります。さすが荒木さん。さすがね、安定の鬼。そう、ブレはなし。ブレなし。ブレゼロ。もうだからあのびっくりしたんですけど、そう、ね、こう安心して聞けた。そう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 ポジションが荒木さん。ずーっと見れる。そうそう、ポジションが荒木さん。そう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 、荒木さんポジション。そう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 、絶対ブレないから。絶対ブレないね。絶対ブレないから。本当鉄の柱が立ってる。そうですね、はい、ずっとあんだよな、うん、安定してるわ、うん、あーかっけー。ジャスト、うん、気持ちいい。気持ちいいね。めちゃくちゃ気持ちいい、うん、あーあー、そして、うん、これこれどういうことよね。確かに。ああおぉ、ナルセさん来た、これ。え、今の。そうなんですよ。え、かっこいいね。かっこいいですよ。すんごいかっこいい。王子だったね。王子。そうなんですよ。うん、僕、ナルセさん単体の動画をソロで撮らせていただいたんですけど、うんうんうん、王子なんですよ。王子だったね。王子。甘い。あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、こういう系なんですよ。甘いんですよ。あの、鼻歌系、うん。僕は鼻歌系と表現したんですけど。でもね、声帯は綺麗に合わさってるから、うん、より甘さがなんかこう加わってるというか、いいっすね。うんうん、多分いいっすよ。糖度が高いっすね。高いね。ジューシーさっき、はい、ジューシーさもあるし、そうだ。そう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 、そういうことやっぱり。そうです。いや、そういうことです。そういうことなんです。そうそう、なるほど、ね、フルーツユニット、フルーツユニットですから。これいいっすよ。いるぞ。おお、最高やん。それは誰のせい。すごいですね。すごい。この映像も良かったですけど。良かった。この真ん中からこう、そう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 。やってるからいつね、来ましたよ。良かった。いや、このラップとの違いですよ。違いね、全然違う。この内部から今度外に来た感じがしますよね。こっち切るんだ。こっちなんですよ。実はちょっと初めましてでした、ね、そう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 。いや、いいんだよなこれ。なんかその荒木さんとめいちゃんさんが、うんうん、あの、いい意味で結構パワーがあるじゃないですか。ナルセさんはちょっとこう、うん、いい意味で透かしてるんですよ。ソフトボイスね。ソフトボイス。なるほど、こういう系。めいちゃんがこういう感じで生きて、あ、そっかそっかそっか、荒木さんがこう言って、うんうん、誰のせいってちょっとふわってしますよ。そう、うん、ナルセさん来る。ああ、いいですね。これですよ。それでも声帯はこう合わせていけないからこれはね、難しいんです。メイコンビ、どうしてもこのふわっとすると抜けちゃうの。いや、そうですよね。誰のせいで、あ、ね、抜けボイスになっちゃダメだ。裏返っちゃうから。ピタッとね、してますよね。いや、うまいです、ね、素晴らしい。うまい、このコンビ技や、うん、最高。あー、いい今の。あー、そしてサビ。おお、かっこめちゃめちゃいいな。めちゃめちゃいいな。すごいね。すご
してんだ。もうさっきの成瀬さんが出てくるじゃないですか。で、こうサビ入るじゃないですか。で、こっからは成瀬さんのさっきのこのニュアンスが結構レギュラーでずっと入ってるんですね。これ展開だ。ここで来て。おお。そしてなるほど。ああ、なるほど。このパターンなんですよ。ええー。いるよって。いますね。めっちゃいます。いますね、王子。いる、いる、王子がいる。管理してる。すごい。高っ。すごいですね。お手本のようなヘッドボイスですね。どんぐらいこれ ?G とか言ってますよ。いや、言ってんじゃないこれね。G。え?シャープの。やーばー。G5 シャープ。ほんとに?マジか。いやおぉ高い!マジか!高いな!これはすごいですね。こういって、で、ほんと?ここ攻撃するじゃないですか。うんうんうん、して、こっち。おぉかっこいい。甘いね。甘い。王子だ。すごい。さっきのその結構、うんうん、ある種、その、ジトジト系の、音の感じから、この爽やかさというか、つんざいてきます、全体に。サビはこう、突き抜けてきます、全体に。鋭さを感じますよね。うん。いや、これすげえな。いい展開ですね、これ。いい。いい展開だ。うん。おぉ。すんごい。今見えちゃった。今見えちゃったんですね。ああ、つやるねー。つやつや。この仕組みですから。来てるね。来てる。つやつや。すごいですね。すごいです。なんかこの、でも、めいちゃんさんが歌うと、うん、なんか、ピンスポ感があるんですよ。ああね。ストーンって。GPS がね。そう。赤いのが、ピュンって。そう。ねえ。ここにいますっていう、ね。いますよ。教えてくれるんですよ。そうそうそう。経路こうですよ。いたって。いたって。わかるな。ピュンってね。ね。立ちますよね。すごい。これすごいな。綺麗。いやお。お。あらきさん。これあらきさんじゃない。新しい。そう新しいねこれはね。そしてなんか似合う普通にめちゃくちゃ。普通にかっこいいっていうね。めちゃくちゃかっこいい。うん。うん、これね。うん。おーなんかこの外国人みたい、ね、外国人みたいですなんかあれですよねなんかこう、うん、まあ荒木さんらしさもあるんだけれど、うん、そうですねなんかこう、まあ、一瞬やっぱ成瀬さんはい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 体操なパートだからなのか確かにちょっとそのニュアンスの感じあでも確かに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 なんかこう投げるとこありませんでしたなんかあります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 あの感じってなんかこうこのもうアラルミの技になってる確かに、 確かに、うん、そうかもしれないです、うん、アラルミの中での流行りなんですよ流行してるこの単語投げちゃう単語投げちゃうあいつそう真似したくなっちゃうすげえあー当たったあこれは荒木さんじゃないですかこれ荒木さんじゃないですかおしゃれねおしゃれ随時おしゃれ、うん、なんかえ、本当にじゃないですかこのポジションはじゃあ真ですねまた新たに春の新作ですよそうだそうだピンクが見えるもん桜桜の色が見える。すごいよ。すごいすごいすごい。今の見られましたね。でしょうね。今のは。うわかっこいいね。渋い。うん。渋さがここはある。うん。確かにあのいつものじゃない。うん。多分形を変えてる。変えてるでしょうねこれね。完全に落としてます、ね。うんうんうん。低くしてる。でも質感があるんですよね。なるほどね。うん。だからその。まあ、特徴的なというか、はいはいはい、響いてもいるというかなるほど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 あっつつかんね、うん、確かに確かに、うん、あるわずるいとかねありますよねずるいこの感じねめちゃめちゃある、
おぉハーモニーいいね。ハーモニーだ。ナルセさんもよかった、今。研ぎ澄まし、この研ぎ澄まし、この、ね、何これ、うんうんうん、漂ってる。エモいね。エモい、うん、このまっすぐ、いいね、ここはメイチョンさんじゃなきゃね。まっすぐ、うん、だから、うん、すごいですよ。なんか、いや、荒田のねってやっぱその、うん、気だるさと王道のパキっていうところが、ね、対照的に全部ものになってるから、うんうん、確かにいきなり来るじゃないですか。そうですよ、気だるさもその王道も、そうそうそう、ね、だから3人じゃないですか、うんうんうん、9人ぐらいいるんですよ。あ、そっか、マジで 3×3 みたいな、ね、そう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 、奥行きがありますよ、ね、そう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 、うんうん、兵士が来る。ラッカリ、うん、そしてすごいな、なんか乙女になっちゃう。そう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 、わかりますかね。わかりますわかります。やられちゃいますよね。ちょっとやられちゃうんです。やられちゃうやられちゃう、うん、柔らかいわ。なんかなんか待っちゃうんですよ。なんかいや、いや、そう、待っちゃう、めっちゃわかる。待っちゃう、なんだろうな、待っちゃう、待っちゃう、待っちゃう、ナルセさん待ちあるよ。いや、あるの曲にある、それはもうあるなんかこう、あるんですよ、聞いてるんですけど、そうそうそう、来る、そろそろかなみたいな。風神雷神もちゃんといるんですけど、そう、なんか隙間になんか見えるみたいな、あー見えたみたいな、来たらはーみたいな、そう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 なんなんだろう、この真ん中感というか。真ん中感ですよ。ありますよね、なんかもう来たー感ですよ。あるあるある、うん、レアカード感がめちゃくちゃある。ある、うん、あるんだよなー、これ本当に。水曜かなった。あー、おお、うん、なるほど。おーい、今誰、今がメイちゃんだ。かなりますね。すっごかった今。粒極太でした。極太。あ、この粒もできるんだ。そう、すごいっす。んー、これむしろ得意だと思います。あ、むしろね、うん、得意だと思います。うんうんうん、こっちが結構がなりやすいんじゃないかな。あー、なるほどなるほどなるほど。ああ、この何でしょう、喉落とし系なの。うん、そう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 、あーの、この感じで言ってるからね。そう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 、あの高さでそれやるの異常ですけど、うんうん、あ、そっかそっか、そうだよね、うんうん、異常。普通裏がり、ね、そう、普通喉やるから裏がります、うんうん、低いところでやっていきたいですよね。そう、うん、そっかそっか。これやばい。なんか最後はなんか各々の力を解放して終わってますね。うん、荒木さんは荒木さんポジでした。荒木さんはね、最後戻ってきましたね。もう最終的に、そう、もう我慢できない。兄貴が、そう、兄貴が兄貴ポジになってましたこの前ね、うん、この前、次、ああ、荒木さんポジ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここはもう仕上がってます。これも欲しいやつです。これは欲しいですよまずこのお店行ったらこれまず買うやつ。そうですよね。そう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 、なんかね、迷うね。そうそうそう、こうお寿司屋さん行って食べたいもんね。そうそうそう、あれあれ、あ、新メニュー。そう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 、いつもの欲しいしね。新しいのも出てるけど、出てるけど、いつもの、ちょっととりあえず頼んどこう。もう一回最後行きたいんだ。そうそうそう、もう一回行きたいもう一回行きたい。序盤って頼んじゃうけど、あ、そうだ、最後もう一回行きたい、行きたい行きたい。で、からのすごい、おー、こんな、これかっこいいわ。うん、めちゃくちゃかっこよかった。初見でここまでね。いや、そうですよ、持っていかれると。持っていかれる、うん、この曲おしゃれですね。おしゃれですね、うん、なんか映像もすごいし、いや、映像もすごいし、すごいですね。なんか本当にアラナルメイの、うん、月並みですけど、うん、アラナルメイの曲になりました。いや、本当に、うん、いや、今回ね、ちょっとまた新しいそれぞれの技というか、はい、なんかこうフィールドを見れたんで、うん、確かに、ちょっとまたびっくりしちゃった。びっくりしましたね。感じですね。びっくりしました。本当、なんか我々としてもすげえ勉強になりましたし、本当に何より熱狂しちゃいましたね。確かに、これは素で熱狂しちゃう動画でした、うん、大満足でした。大満足でしたんで、はい、あのご本人様の URL の概要欄に貼らせていただきますので、あの、ぜひ皆さんもチェックされてくださいと、ということでですね、今回の動画が良かったよという方、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録を済みれない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。あと、まあ、リクエスト等々も、この歌でさんどうですかとか、うん、アラナルメイのこの曲いいっすよ、はい、メイちゃんのこの曲いいっすよとか教えてください。ぜひ、教えて、はい、勉強中なんで教えてくださいというところで、うん、コメントもぜひ、気軽によろしくお願いしますと、はい、ということで、生徒の専門家、李先生とボイスランドのマホンがお送りいたしました。今日もありがとうございました。バイバイ。